イリスラメの山口です。テンスラマオリュウ、こちらですね、マオリュウ百景で最優秀賞を受賞した時にいただいたアイテムですね。こちら極み星号戦闘キャラ確定スカウトチケット、白金、なんて読むんだろうな、いつもプラチナって呼んでんだけどな、プラチナ、プラチナ、プラチナのハンマーと、魔晶石300個、金貨300万とプラチナのねハンマー、3個ですね。こちら魔王竜百景の最優秀賞を受賞した際にいただいた景品、受賞の商品でございます。で本日の動画は、そのね、受賞した商品の中の極み星号戦闘キャラ確定のチケットスカウト、こちらを回していこうと思います。いやーこれね本当にありがたいことにね、最優秀賞を受賞させていただき、そしてこんな素晴らしいチケットまでいただいたということで、ね、皆様のおかげでもありますので、みんなと一緒にこちらのチケットを回していこうと思います。極み星子ってもう何当たっても嬉しいよね、マジで何当たっても嬉しいんだけども、嬉しいんだけども、どれが欲しいってなるとね、いやー、あ、こんだけか、種類はそれぞれの属性3種ぐらい、空属性だけ、空と炎だけ2ですね、2種類ずつ。いや何当たっても嬉しいんだけど、シュナだけ、その最初のこの画面にいるシュナだけはもう育て終わってるので、シュナ以外だな、当てたいとしたら。で使ってるキャラ、いやどれも使うっちゃ使うんだよな、どれも極み星5のラインになると。いやどれが一番欲しいっていうのはねちょっとないのだけれども、全部欲しいせいでね、どれが一番欲しいっていうのはないのだけれども、シュナだけ育って終わってるので、シュナ以外でお願いします。はい、ということで回していきましょう。極め星5戦闘キャラ確定チケットスカウト、いきます。平和だね。国高密度のエネルギーを検出しました。高密度のエネルギー、ああグラ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 ってなんなかったね、なんか昇格演出みたいなやつ。このオーラはこれって確定なんでね、やばいんじゃないか。さあ誰が当たる。まあいいわね、少しは認めてあげましょう。誰、ルミア様持ってるやつだから育てられる、育てられ、え、ちょっと待って、持ってたっけ、こんな妖艶でセクシーなルミナ様持ってたっけ。てかやば、めちゃくちゃやっぱルミナ様白と黒似合いますね。いや素晴らしい、あでも多分持ってるよ、はい持ってますね、育てられる。いやーありがとうございます。これでね、魔王竜百景の受賞した時の景品を、使うことができました。育てたいけども、ここから、これから能力を開示します。はい、こちらですね、ゲットしましたよ。はい、という感じで本日の動画はここまでにしますね。またね、いろいろ攻略動画など出していきますのでよろしくお願いします。それでは今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。